はい、どうも、はい、どうも、山内店です。今日はみゆさんも来てくださってるってことなんで、みゆさんにカラーを任せていこうかなと思うんですけど、そうですね、最近ちょっとお客さんとかのブルーブラックっていうカラートリートメントなんですけど、はい、それがちょっと多いんで、それでやってもらおうかなと思います。いいですね。その季節とか結構こう日焼けして髪の毛もこう色が焦ってちょっと茶色っぽくなったりとか、パーマーしてる人とかでこう液でちょっと色が落ちちゃったりとかで、ほんのり茶色になっちゃう人とかがいるんですけど、まあ、そういう人とかにノーダメージでカラーを入れてあげる用でブルーブラックっていうのがあるんですけど、それで今日ちょっとやってもらいます。はい、ってことでちょっと塗ってもらいます。カラー先こんな感じです。ほぼ黒。塗ってもらいます。塗ってる感想とかあります？めっちゃ楽しい。カラーはすごいめっちゃやってみたかった。カラーが塗れるレセプションめっちゃ強いですはい、塗ってもらいました。今また流していきます。どうでした？思ったより難しくて、難しい髪がしてるんだなって思いました。カラーめっちゃ難しいです。よし、お茶飲みましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入りました。入りましたね。え、もうサラサラです。このサラサラ感がすごいですか。どうしてもね、黒染めするとダメージしちゃうし、こんなツヤ感出ないですもんね。ちょっとパサついた感じ。そうなんですね。黒髪でパサつくとほんまにダメージっぽく見えちゃうんで、でもいつもこう髪の毛こうやって引っかかるんですけど、全然引っかからないっていうか、こんだけこう通しても全然引っかからない。サラ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 っていうのがこのカラートリートメントの強みですね。次カラーしたいと思っても、ブリーチとかしてもあれですよ、残らへんし。そうなんですよ。黒染め結構の残留しちゃう、残っちゃうんで、明るくもできひんし、つい普通のオンカラーだけも茶色とかでも色が入らないんで、こっちとかの方が髪の毛にダメージを与えずに色んなの少し入れてあげられることもできるんで、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ皆さんやってみてください。やってください。いや、でもめちゃくちゃうまいっすよ。初めてにしてはこんだけ塗れるってマジですごいっすね。まあこんな感じでみゆさんにブルーブラック、これからの季節絶対流行るであろう色をしてもらいました。ということで、またの動画で会いましょう。バイバーイ。